とってもゆっくりです、エハンは。一歩一歩注意を払って、でもとても静かで、数人の外国人以外誰も通ってません。かなり集中しないとね。そんなに進んでない、このスピードで目的地へまでは、そうだね、10時間かな。かなりの一日になりそうですが、あんまり先のことを考えるとダメ。これはアイスランドの縦断のトレーニングのためのコースで、まだまだアイスランドに比べれば優しい方です。One step. One step.